ハイサイ、ヨメニーです。ということで、ヨメニーのヨメニーだから今日もいろんなことやるチャンネル、イエーイ。なんと今日はスーパースーパー報告があります。このね、 T シャツがあるでしょ、黒い恋人って T シャツ。これのクッキーが第1弾発売したんですが、その第2弾、じゃじゃーん、黒い恋人ショコラタルト、イエーイイエーイ。おおおおほんとだね、周りちょっと人がいるんだけどさイエーイって言ってシーンだったから今へこんでたこれね、作るとき本当にこだわりしてやったんだけど、もう開けていいかな。じゃじゃーん、すごくないこれ。中からさ、一個一個袋も普通透明なんだけど、こうやってデザインして黒い濃い人の顔があって、6個入り。ここにちゃんとメッセージも書いてます。購入者の皆様へ、沖縄の黒い濃い人をご購入いただきありがとうございます。今回はタルトを作りました。タルト生地に紅芋とチョコレートのハーモニーを意識して、ほんのり甘くしっとりサクサクの黒い濃い人タルトを楽しんでください。タルトを食べて沖縄を思い出して、また沖縄に行きたいと思ってくれたら嬉しいです。平塚さん、読みに、黒い濃い人とは沖縄の日に焼けた黒い顔の怖い濃いおじさんがキャラクターです。こう横には、沖縄で出会いましたかって、これ積まれたら、沖縄で出会いましたかって、え、何それ、沖縄で誰に出会ったのって思ったら、じゃん、黒い濃い人ってなるんだけど、沖縄の人って色黒くて顔が濃い人が多いさ。だから最終日にお土産買った時に、どっかで黒い濃い人に会ってる人が多いと思うわけさ。沖縄出会いましたかって時に、ああ、あの時行った居酒屋の仲良くなったおっちゃん、この人っぽいなーとか、ダイビングショップにいたあのおじさん、この人っぽいなーっていう、沖縄の出会った人のことも思い出してほしいし、で中にはね、あの久米島さんのチラコイ紅芋っていう紅芋が入ってるので、その味でも沖縄の紅芋美味しいなーとか、また沖縄行きたいなーって思ってもらってほしいという思いで、沖縄で出会いましたかって書いて、ここにいやささ美味しいさって書いてて、いやささっていうのは沖縄ではなんかテンションが上がった時とか元気出したい時にパッて喋る掛け声で、これを食べた時に美味しすぎて、いやささって言いたくなるぐらい美味しいお菓子を作ろうっていう思いを込めて、いやささ美味しいさって書いてるんで、これ食べながらね、最後空港でも買ったらそのまま開けて、空港の待合室で食べて、飛行機乗る前に大きな声でいやささって叫んで飛行機乗ってください。多分みんなから変な目で見られると思うんで。味はね、タルトの生地がすごいサクサクしっとりしてて、まず、ね、生地が美味しい。そして上のタルト、上のタルト、上のチョコあん、ネチョネチョ、ネチョネチョじゃない、これ上のなんすか、これ上チョコ、ショコラあんです。上のチョコラあん、じゃあ作ったから分かるんだよ、ただ言葉が難しくて。上のショコラあんはチョコ味で、その中に紅芋が入ってて甘くて、最後に紅芋がふわっときて、これもマジで美味しいんで、ぜひ食べてください。一人で多分ね、一箱いけると思う。一人で一箱いけるよ、余裕でいける。食べてみましょう、一箱、一箱。え、でもただ食べるだけだったらあれだから、食べた数視聴者にプレゼントしよう。あ、いいっすね。おう、いくついけます、一つあたり、一つあたりいくつ、あ、食べた数かける何個って意味。一箱は俺食べたいから10個、一つかける10個、60かける、結構な額いくね。いいです、よっしゃ、決めた。この新発売の黒い濃い人ショコラタルト、今から僕が食べた数かける10名様に、目標1箱60名様にプレゼントします、無料で、イエーイ。いっちゃった、俺さっき弁当食べたよ弁当もガチのとんかつ弁当食べたよっしゃ、じゃあ食後の弁当食べた後の60個チャレンジ、じゃあまず1個目ね、ちゃんとみんな初めて見るはずだから、おっしゃ、
このね、チョコのね、あんがうまいんですよ。じゃあ、いただきます。うん、あれ、マジでうまいな。お水早くないですか。とんかつが効いてるね。やばい。うん、いけます。1個はまだ軽い。2個目いきます。でも1個でもボリューム結構あるね。あ、でも軽いな。生地が軽い。重くないな。沖縄来たらあるじゃない、やっぱ定番ってチンスコーとかベリーモタルト、サーターアンダギー、そこ強いよね。あそこに入りたいな、黒い恋人。うん、喋ってる間に2つあってもいい。あ、6個いけるかも。食後でも3個目。3個、1人で3個食えたら家族4名の人は3、4、12、12箱買ってください。今腹10分目。とんかつ弁当の時に 9.5 分ぐらいまでついてた。うん、よっしゃ。 3個でも今30名だ。30名でも結構多いよね。結構すごいっすね。40名目。30名ってのは学校の一クラス分ぐらいじゃない、今食べたの。俺修学旅行コロナで来れなかったですっていう人とかコメントしてほしいな。クラス分くださいみたいな。一気に30名になるな。結構ボリュームある1個。まあ40名プレゼント。40名ました。いきますか。50名目50人目の皆様へいただきます。これ今5個分食べたってことそれ。1こっち1、2、3、4、5。こんぐらいのタルト、こんぐらいのタルトだって食べたってことじゃん。やばっ。よし、でも味は飽きないな。この量のチョコだったらもっとしんどそうだけどね。全然いける。たまに顔見てイラッとするんだよな、こいつのおじさんの顔。脳みそが止まった。頑張れ。よっしゃ、50名様へ。あと一口。うやばい、腹が切れた。よし、5個目、50個目クリア。あと1個っすよ。ラスト60個目オープン。今みんな見てる人ね、あとただタルト1個と思ってるでしょ。俺の中でこれ今もう沖縄に来るクルーズ船ぐらいでかく見える。このタルトの船が2000人ぐらい乗ってるな、観光客が。この船にタルトに2000人の皆さん買ってください。わあ、ここぐらいまで一口で次行ったらなんか気持ち変わるんだろうけどな。でもタルトが重いんじゃないんだよな。絶対さっきのとんかつなんだよな。うん、もうちょい。よっしゃ、では最後の一口60個目おめでとうございます。ありがとう。ということで、
とんかつを食べた後にお菓子は食べちゃいけないという動画でした。60まで来たらな、100行きたいね。100ってあと4個、4個、1人でも10名でも多い方がいいと思うんで、あと4つ、100名様へのプレゼントというのを僕からではなくて、残り40個はこのお菓子を配達してる白間社長いいっすか？大丈夫です。あと40個は白間社長から聞きました。このお菓子を空港とかお土産屋さんとかいろんなところに配達してる白間社長があと40名分協力してくれるということで、ショコラタルト100名様にプレゼント決定しました。やったー、俺も嬉しい。あと4個食べなくて。どんな応募方法かはまだわからないですが、100名様にプレゼントしますので、これマジでマジでするので、ぜひショコラタルトプレゼント企画応募してください。で、沖縄来て見かけたらぜひ買ってください。お願いします。見て、マジやばい、めっちゃやばい。しかもその分一歩分飲んでるからやばいっすよね。あー大変、やばやばくないっすか？